マーティン・ジョン・エバンズは、イギリスの生物学者。1981年に発見した、肝細胞の培養法や、ノックアウトマウス、遺伝子標的法の技術の開発で知られる。2007年に、マリオ・カペッキ、オリバー・スミティーズと共に、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。グロスタシャー生まれ。既婚で、息子が二人と娘が一人いる。妻のジュディス・エバンズは、 が科クリストファー・ウィリアムズの孫であり、1993年に看護師としての業績が認められて、大英帝国勲章第5位を受けた。1981年、エバンズとカウフマンは、マウスの廃盤法より肝細胞を分離し、培養に成功したと発表した。これは、同年、ゲール・マーティンによっても達成されていたが、その培養された肝細胞の扱いやすさによって、 生殖細胞に遺伝子特異的な変異を導入することやトランスジェニックマウスを作成することが可能となった。これはエバンズがマサチューセッツ工科大学のホワイトヘッド研究所で働いていた時のことだった。エバンズらは培養中の幹細胞に新しい遺伝子を導入した形質転換幹細胞を用いてキメラ肺ができることも示した。いくつかのキメラ肺は 配偶子まで作り、マウスの次の世代にも導入した変異を残すことが可能となった。また、ヒポキサンチンマイナスグラニンホスホリボシルトランスフェラーゼを導入したトランスジェニックマウスを作ることにも成功した。HPRT 変異はレトロウイルスを用いて挿入されたが、この遺伝的組み換えを用いたトランスジェニックマウスの作成法アートにオリバース・ミティーズ マリオカペッキの研究室で完成された。ありがとうございます。